みんなそんなにいる？そんなにいらない。そんなにいらない。いかにそのいい柿を作るかですよね。毎年毎年その柿が違うんですよね。その自分の付き方が柿20日ぐらいローテーションするんで、その生かし変えてめんどくさいんですけどやっていって、まあ生かし込むことによって実入りは良くなるんで、だからそういうことを考えながらですね。でまあいい柿はね、やっぱり重さで販売してますんでね、重くなるで、お客さんもね、美味しく食べれる、喜ばれますんで、その辺はまあ考えながら、まあ家で直売と、柿小屋の方も、何人かでやってますんで、そちらの方に出荷してます。はい、やっぱり8番目の柿は、大きくて甘くて結構美味しいので、それが唯一の売りだと思ってます。5年生が中心で、体育館でまあいろんな職業の方の中で、まあ、漁師がまあ漁師ということで説明に行かさせてもらってます。小さい子からね、やっぱそういう近くにこういうのがあるんだっていうのを知ってもらわないと、まあ、広がっていかないと思うんですね。少しでもいい柿にとってね、お客さんに提供できるような形で、まあ、柿の方もね、どん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 美味しい柿をね、食べていただける、まあ、美味しい魚を食べていただけるような形で、まあ、特に大きな夢っていうのはね、できる限り頑張りたいですね。